小牧の影と名付けたる名馬に打ちまたがり、朱塗りの槍を小脇に買い込み、馬を飛ばして参りましたのは、上田の城主真田左衛門の助雲の雪村。江戸時代より語り継がれるもう一つの結末。かつて徳川幕府に禁じられたある書物が密かな人気を集めておりました。それは戦国最後の大戦で真田幸村が恐れ多くも大御所徳川家康公に立ち向かったお話。あの真田丸の戦いの裏で一体何が起きていたのでございましょうか。禁じられた書物の禁じられたお話。さあ、江戸時代より語り継がれる講談南蛮戦記をお聞かせいたしましょう。